出てる。あ出てるの。で、はいよ、リーニャいらっしゃい、いつもありがとう。ありがとうね。病気でもいいよ、別に。ただ病院には行ってねえから。はい、これラムネボーイじゃないから。ああセクキャバ女どうしたの。おめえら来ねえ来ねえって言ってると来てんじゃねえかよ。なあ十分楽しんじゃったよ。なんだよ、うるせえな。やっぱ、後で家帰るよ。価値観に決まってんじゃねえか。来ねえ来ねえとかよ。ああ、来てんじゃねえか、バカ。だからお前らよ、チンポ童貞よ、やめろよ、バカ。この野郎。ダセえの。全然ダサくねえから。ああ。覚えねえよ、バカが。はいはい、頑張ってください。ニノさんね。はい、頑張って。いいよ。お前も頑張るよ、いいだけど。あと5分いらっしゃい。あ、リュウジ。いらっしゃい。フェイクじゃなかったろ？だから来るって言ってんだから。なあ。だった。じゃあ、ふかしてねえだろってんの。寝てないのか、寝かしてくれなかったよ。ああ。悪いな。いやもう家帰って。またな。佐野さんみたいにモテたいです。どうしたらモテるんですか。追いかけないことかな。ああ街、うん、家も帰られるのかって別に帰るよ普通に。じゃあ俺に聞いてみろよ。こっち関係は俺プロだから。家に帰らないの？
いや別に帰ってもいいよ。女遊びの予定バックれました、ぶっ飛ばしたいです、どうすればいい。知らねえよそんなの、保険かけとけよちゃんとよ。あ、お前らヘボなんだからよ。今日も酔ってますか？おう。ラジオ配信とか行き、そりゃだってメディスいたからうちじゃかわいそうじゃないかよ。でも来たことはな、間違えないんだ。お前ら、始まっちゃうんだよ。ああ誰か女呼べよ。さやちゃんいらっしゃい。じゃあ、追いはげでもいいんだよ、クソがや。証拠は放送で分かってんじゃん。なめてんのかい、この野郎。てめえら50人になった時に23の女をお前呼べんのかよこの野郎。おいクソがよ、クソ野郎がよ、てめえよ、やってみろよお前。無理に決まってんだろお前ら。なんか放送いつやと寄ってたじゃん。時間来て勝手に終わってたんだよ。へえ、ざまみろ。ざまみろよ。ノリオ、お疲れ。お前生きっちゃうよ、俺。ほんとよ。だいたい俺勝つから。ああ。間違いなく勝つから。だからニノがさ、さっきから発狂してんだけど、みんなどう思う？で、笑わらが多すぎんだよ。ほんと。これ病気だからね、こんなの。うん。マヌケだから、こんなの。ほっときゃいいんだよ、こんなの。ちゃんまんを最近、曲、知ったけどめっちゃ面白い。バカ、こんなおじさんがよ、こんな52歳がいるんだよ、世の中よ。YouTuber より俺の方が面白いからな。ああ。どこの店、加藤登紀子じゃねえかよ。須の咲く頃もいなしてわいで丘に登れば梨に白夜は大流ありへと茶ばく茶決まった。あざす。いやでも全然強がってねえから。ああカラオケは俺はうま、歌はうまくねえから俺は。あ、おときさんは俺好きだよ。
だからお前らだから居酒屋長寿見ろよ。おときさんいい芝居してっから、高倉健の女房役でなあ見てみなあ。あんた煮込み火入れといたからって、あのセリフで俺はね泣いちゃったね。警察に迎えに行った時に、あんた煮込み火入れといたから、いくらでその店で飲めるんですか。2時間に4000円だよ。メンズはな、レディースは2000円。でもよ、この加藤登紀子のこの歌は、あのなんだろうな、いわゆるなんだろう、左翼歌なんだよ。ああ、カラフトとか国後とかああいうところに対して、あのなんだろう、継承っていうか、ああそういう歌だから、龍に4万は取らねえだろう。おお、キャリーいらっしゃい。うんちくはいいですよじゃねえんだよ、教えてやってんだよ。お父さんの歌や、また明日いじめてやるよ。早く寝ろよバカ。いいよ明日来なくても。まあな、北方四島持ってかれてるからな。モンスター、とりあえず YouTube 見とけ。いやもうお前早く寝ろよ。何まだまだ言い続けてんの、バカじゃねえの。早くネットから消えろよ沼。あ、俺が、あ、小町お前うるせえよ。あ、新人のくせしやがってよ。なんかっこつけてよ、昔から俺のこと知ってる体で来てんの。ゴミがや、バカかお前は。もうちょっとおとなしくしてろよ。新人だからこんなの。何をお前生きちゃってるの。もうちょっと勉強してから来いよな。この野郎 YouTube 流れがや、はい、クソがや。いやでもよ、俺も思うんだけど、俺ね今回はね自民党はねやばいな。もう圧倒的に野党が勝ってるもんな。もうよ、ガスがもうギブってんだよあれ。じゃあ政治好きなんだよ俺。いやもうやばいよあれ。ガスはあの無理だって。今回だってよ、まだあいつらよ GoTo キャンペーンやろうとしてんだぜなあ。だってよ、予算に1兆円つけてんだぜ、補正でよなあ。バカだろ、引き換えろって野党が言ってんのに、いやこのまま行きますよって言ってんのに。んなのよ、GoTo なんかもう無理なんだよ。あとね、
オリンピックだよ。あれね、森がね、相当圧力かけてんだよ。もう森なんかよ、長生きしねえんだから、あんなのおっぱらかしがいいんだよ。どうせ今年オリンピックなんかできねえから。な、もう2024年とかよ、意味不明なこと言い始めてんだよ。なあ、そまね、できないんだよ。布石打ってんじゃねえよっての。ああ。だからずらそうって言ってんだよ。立候補してくれよ。バカ、俺は前科者だから無理なんだよ。エビ。まあでもよ、モンスターかかってるから言うけど、俺はネットモンスターだからね。今9だから。ああ2のもう耐えな。じゃあな、カスとか言って、またここでバカだからよ。うっちゃんとかって叩く。フリックしてんのか知らねえけど、どっちで来てんのか知らねえけど。クソがよ。まあ大体こんなのはあのスマホボーイだから。ニコ生はあのもう俺はいいや。うん、もう十分やったから。俺はキーボードファイター、あのウェーって打つやつ、ああニコ生怖くないって言うんだよ。何ワロワロって言ってんの。小町新人はちょっとよ、お前らよ、小町なんて新人なんだから、サノリスでもう下がっとけっていう話だから、やれやじゃねえんだよ、バカクソガヤ。キャシャンじゃねえよこの野郎。じゃあてめえ俺のこといつから知ってんだよこの野郎。あ？にわかがよ、チューブ流れがよ、クソがよ。キャスバンだったら、まあまた FC かな。ニコラバは俺別にアカウントを別に取ろうと思えば取れるよ。だって俺ニコラバでバンにはなってねえから。ああ。だから2の寝たんじゃねえの？ほら。病気だろ？な、さっき寝るって言ってたのにこれだから。結局のところ。な、ほんと。もう早く薬飲んで寝ろよ。ほっといてやるよ。FC2 って食べに行くよ。俺は FC2 で1ヶ月に最高月収で167万かな。うん。そんなもんかな。F は。うん。今はあのキャスで、キャスはね20万ぐらい好きに。だって俺そんなにくれくれ言わねえじゃん。うん。いやだから俺いつでも一発勝負すりゃやできんね。でふわっちでがマックス150ぐらいか。ああ。ふわはな。平均で言うとふわでだいたい70から80ぐらいの間。こう。うん。うん。じゃあ誘導じゃなくて俺を。
本当のこと言ってんだからね。うん。すごくないんだよ。じゃあよ、なあ、お前らよ、ちょっとお前、考えてみ。森とかよ、よっさんとかよ、あいつら300万円プレイヤーだからね。わかる？もうなんかちぎってんだよ。ああ、おん、もう月に300くらい入ってんべ。緑はね、違う、あれは政治家だからそういうのじゃねえけど、いや、よっさんは300は楽勝だよ。下手すら片手いってんで、うん、500ぐらいいってんじゃねえ。だから俺なんかかなわねえよっつって、チャンドリなんかもっといってんで、チャンドリは多分俺は700は硬いなと思ってる。緑くらいだよな。だって緑はほら政治家になっちゃったから。だってあれはもうそっちの資金で生きてるから。ああ、三脚やるな。ああ、予算、ああ、あれで大体300くらいだからね。ああ、3倍目ヒカルで多分俺の予想だよ、200くらいかな月。うん、大体俺の予想は当たるから。注目っていうか、今あんまりいねえな。ああ、マクソがっていうか、もうあの人は配信会からのもっと別の方向に行ったじゃん。うん、もっと別のとこで稼ごうと思ってる人でしょ。あとはね、レディースで言ったらね、やっぱ稼いでんのは、桃奈々ちゃんかな。ああ、あれも多分に、まあ200万円プレイヤーだな。ああ、俺の予想だよ。もっと言っていいかもしんねえけど。まあ最低200万。好きな。ああ。チャンノリは3000万超えてるよ、もっと。もっと上。うん。俺の中では6000万プレイヤーぐらいかな、年間。うん。桃奈なんて桃入り。ああ、古いね。もう、桃奈ちゃんだから今。熊くんいらっしゃい。加藤純はだって、なんだろう、構想で稼ぐっていうより、あのバックアッパーがいるから、ああ、だからそっちは俺分かんねえな。うん、加藤純一だろ。ああ、違うんだよ、他の配信は見ねえからなって。放送は見ないの、俺は。ただ結果は見てんだよ。イベントとか。おお、売ってんねえ、みたいな。金梅で100万ぐらい。今な、ちょっと落ちたんだよ。昔は多分金梅150万ぐらいだった。ちょっと下がってきてる。昔は多分金梅は150万ぐらいじゃねえよ。俺だ、予想が当たるんだよ。うん、大会。今は多分100切るぐらいじゃねえの。うん、
もっと減ってて、でもまあ70切ることはないな場合は。家が外引きが多いから、だから俺今20だっつってんだよなあ、パータローがよ。今金杯は少ない、だから70ぐらいは勤務してるはずだよ。だってクレクレしたらもっと行くよそら。だけど俺がそんな面白いあの配信をしてると自分で思ってねえから、だからみんなにちょうだいは言わないよ。ただ雑談ではなんだかんだやっていこうかなと思ってるだけ。ああ、だって石川のりき、お前知ってっかお前。チャンのりはお前もともと俺の放送の嵐だったんだから、イエバスと一緒で。ニコ生の申請でよ、邪魔くせえな、みたいな。俺の画面が、俺の顔見えなくなるぐらいこうやって流したんだからよ。やめねえっつったんだ。あ、俺骨かだと思う。めっちゃ最近。憎ってんだけど、おいやばいよお前、俺個性連番だから、ぶん殴ってやっかおめえ、早いぞ俺、佐野パンチすごいぜ、鼻折ったろあんな、この野郎。俺のパンチは見ねえから。ノールックパンチだから。折ってみろよ。だからもう小町、いつから。じゃあ、こっちはいいじゃん、ここに。裏剣でやってやるよ、お前ら。こっちはいいじゃねえかよ、この野郎。だって俺の店どこにあるか分かってんのに、何そんなとこでまだまだグズ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 言ってんの。あ、来る金がねえのか、足にねえのか、この小じき野郎がよ。ポリ呼ばねえよ、一撃でやってあるよ、お前、この野郎。クソがや。あ？もう一発だよ。あ、俺知らない、膝下は早いよ。流れるから。かっけえな。いや、かっこよくはないんだけど、ただもう俺はよ、なんて言ったらいい？人生もう、守るものはねえじゃん。部長がいた時は、ブッチョさんな、置いてはな、って思ってたけど、もう今、捨てるもんがねえから。で、俺なんか、本気で、なんか、ああじゃねえ、こうじゃねえってきたら、ちょい切ったっていいと思ってんだから。いや、もうだから、生き物を飼っちゃうと、こいつのためにってなるから、リスナーを置いてくれ、しゃあねえじゃねえかよ、んなのよ。だけど、お前らもよ、もう、長い間、おいちゃんに、仲良くしてくれて、ほんとありがとうございます。な、サノロスはきつい。大丈夫だよ。俺みてえなのがまた出てくるから。なあ。
でもよ、俺思うんだけど、俺みたいのはお前らが育てるんだよ。俺も育てられたんだから。店にのりちゃん呼んだらダメだよ。さあ、焙煎がどうかな。でもまあまあまあ面白いよ、焙煎は。あいつ意外とユニークだから。焙煎はな、いいかもな。だって次世代で言ったら焙煎ぐらいしかいねえだろなあ。いいか、頑張れよって俺はだから思ってる。でその次の次世代がまあ俺の中では香川かなって思ってるから。ああ、そんぐらいかな。香川の下が誰になるかだな。まあ諭吉あたりじゃ無理だな。だから違うよ、お前らね、龍二な、由比ガ浜明石が多すぎる。違うんだって、あれはエンターテイメントで聞いてりゃいいの。持ったって嘘言ったっていいんだよ。お前可愛いとこあんじゃねえか意外と。あ、俺はね、ユイガは可愛いと思ってるよ。だからユイガなんか俺とこ来たって、俺に会ったって、うん、うねえとか言ってよ、かっこつけんだけどよ、なんだよこの野郎っつったら、ね、そこはネタだからとか言ってよ、そっか、じゃあもう分かった、会ったよ。あ、悪いんだけど、鮫島は、ネット界では無理。なんでかわかる？あの人は人に嫌がらせしかしなかったから。わかる？やっぱよ、人はよ、やっぱりどっかに優しさがないとダメだよ。で、愛嬌がないと。うん、ちょっとずるいなっていう俺はイメージだったから、サメやな。だけどいいかなんかはバカなんだよ、あ、見た目は。だから面白いんじゃん。じゃあね、香川も、いや、香川はそんなこと言ったって、あいつ2軒も店作ってんだから、大したもんじゃねえかよ。で、俺店行ったって、ちゃんと料理作ってたよ。って思ったもん。原くんも面白いだから、パイセンだろ。でもよ、もう香川にしても原ちゃんにしてもな、じゃあ桃奈々にしても誰が作ったんだよ。